事な車を潰すんじゃねえぞ。上りか。これは俺の言った通りだろうが、いいエンジンだぜ。上りでも俺についてこれるんだからな。こっちも遠慮なく行かせてもらうぜ。俺が86にこだわるのは、古い車だからというハンデを逆手にとって相手を追い詰めることが快感だからな。だが今度だけはそれは通用しない。同じ86同士、絶対に負けられない。今まで出会ったどんな相手よりも息苦しいプレッシャーを感じるぜ。お前のトレノからほとばしるオーラ、俺には見える。ケイスケさん、いいんですかこんなところで。他にギャラリー決め込む場所もないだろう。こう狭くっちゃな。これだ。この突然ドッカンと来るのがたまらないのさ。時代遅れのドッカンターボか。ねえケイスケさん、藤原のトレノも秋山のレヴィンもフロントマスクとテールランプのデザインが違うだけで基本的には同じ車ですよね。ん？ならどうしてあんなに走りが違うんですか。うん、いやそれはつまり、こういうことを説明するのは兄貴の方がいい。俺は頭で分かっちゃいても言葉にするのは苦手だからな。ケンタの言う通り、トレノもレヴィンも双子のようなものだ。だがあの2台はチューニングアプローチが異なるため、全く性格の違う車に生まれ変わっている。タービンなどの下級機を使わないチューニングをメカチューンと呼ぶ。藤原のトレノがそれだ。アクセルを踏む足の動きにダイレクトにエンジンの回転がついてくる。応答性の良さが最大のメリットだ。限界に近いスピードでコーナーに進入した後でもメカチューンならそこからの微調整が可能なため、さらに追い込んでいける。だからターボチューンに比べ思い切った進入が可能だ。藤原のトレノ、メカチューンはツッコミに強い。対して秋山のレヴィンはターボチューン。ターボチューンはコーナリングの切れ味では一歩譲るとしても、直線の加速の鋭さでこれを凌駕する。ターボチューンは立ち上がりに強い。はあ、でもあのレヴィンのケツのふらつく走りは。ターボラグの大きいドッカンターボってやつは、一度ブースト圧を落ち込ませると立ち上がるまでがかったるい。そのためあいつはコーナーの出口でマシンが振られてもアクセルを戻さずカウンターだけで抑え込んでいるんだ。おそらくあのレヴィンの車体を揺らす走りは、癖のあるマシンを乗りこなすために自己流で身につけたテクニックだろう。分かったかケンタ、峠の走りは奥が深いんだよ。はい、さすが凌介さんです。本当にここで間違いないんだろうな。ああ、
多分な。あれは匠。アクセル全開だとまるでめちゃくちゃだな。わずかな路面のギャップを拾ってあさっての方を向きやがる。けど壺にはまった時は恐ろしく早いぜ。まるでセオリーを無視していながらな。匠には初めてのタイプだ。さて第2ラウンド突入。後ろからじっくり見させてもらうぜ。群馬エリア負けなしと言われた実力をな。走りにくい。何なんだここは。今の時点では藤原に不利な材料ばかりが揃っている。今まで体験したことのないトリッキーなコース。リズムを崩されるレヴィンの変速ドライブだが、それ以上に藤原が感じているのはニューマシンを完全に自分のものにできない焦り。こいつは目に見えない強敵だ。路面の状態が悪すぎる。車が暴れる。路肩から50センチぐらいは全く使えない。うっかりタイヤを乗せたらめちゃ滑る。立ち上がりで外側のガードレールに乗せたらドカンと行くだろうな。狭い。この道路は見た目以上に狭い幅しか使えない。匠、足回りのセッティングってやつはパワーとのバランスで変わっていく。エンジンを乗せ替えてからお前が思い通りにコーナリングできないと言い続けてきたのは当然なんだ。そいつはそういう風にセッティングされていたのさ。回転を上げることによってワンランク早いレベルで曲がりのコントロールができるんだ。気づけよ匠、そいつの本当の封印を解放してやれ。なんだこれ、気のせいか。2本目が来たぜ。どうやら分かってきたようだな。え？いよいよ86が目覚める時だ。気のせいじゃない、乗りやすい。昨日まではあんなに手こずっていたのに。回転を上げてパワーが出たからか。コントロールできる。自分の走りができる。よし、これならいけるかも。2本目は高みの見物を決め込むつもりだったが、とんでもねえぜ。この走りにくいコースに驚くべき速さで対応していく。初めてここを走るやつのスピードじゃない。しびれまくるぜ。世の中にはすげえやつがいる。負けねえぜ。地元のメンツにかけてもタフなバトルになるぜこいつは。1万1000まできっちり回せ。峠で速いやつが一番かっこいいんだ。イケてるぜお前。見る者を強引に納得させるそのキレっぷり。このレヴィンでとことん本気になれる。
鮮な刺激が欲しかったんだ。俺は最高にラッキーだぜ。2本目の後半から俺は完璧に全開だったぜ。この3本目ちぎってやる。相手にとって不足はない。魂が震える最高の競争相手だ。3本目が来たぞ。入ってやがんな。見てるとこっちまでうずうずするぜ。レヴィンも1歩目で先行していた時と違う。やるな。なんだよこれ。さっきの走りとは全然違う。とてつもなく速い。余裕なんか全くない。1本目は手を抜いたわけじゃないぜ。道路の状況がわからない最初の一本は 100% でいかないのが峠のセオリーだからな。だが今度は全開でちぎってやる。ここまで来たら負けたくない。何が何でも食いついてく。86がやっと俺の言うことを聞いてくれたんだ。勝ちたい。こんなに強く勝ちたいと思ったことはない。同じ86が相手だからか。とにかく絶対この車で勝ちたいんだ。しまった。気を抜いたらマジでヤバい。ただ負けるだけじゃ済まないからな。それにしても俺疲れてきてるのかな。さっきからなんかラインがブレる。まさかタイヤなのか。こんな時に後ろの踏ん張りが甘い。やっぱりリアタイヤのグリップが落ちてきてるんだ。まずいことになった。タイヤだけはどうにもできない。ここまで必死にやってきたけどもうダメかもしれない。このまま負けるのか。なぜだ。俺かなりペースが落ち込んでるはずなんだ。なのになんで前の車が離れていかないんだ。まさか。いやそうとしか考えられない。俺と同じことが向こうにも起こってる。向こうの車もタイヤがズルってるんだ。これで4本目か。とんでもねえ消耗戦になっちまったな。そっちもリアタイヤがかなり来てるはずだ。パワーを上げればその負担はダイレクトにタイヤに来る。互いにパワーアップした車が同じようなペースでここまで走り続けてきたんだ。
似たようなタイミングでタイヤがいかれたって不思議じゃない。うまいぜ。後ろから見てるとよくわかる。条件が悪くなればなるほどあいつの走りは逆に冴えていくような気がする。だが向こうだって生身の人間、先に切れた方が負けだ。ここは我慢比べだぜ。グリップが落ちて滑りやすいことが逆に限界領域でのこいつの走りを分かりやすくしている。違和感は全くない。自分の思う通りに動いてくれてる。俺乗れてきた。これが俺の86だ。滑らせてみたらはっきりわかる。この車の乗り方わかったぜ親父。今何本目だったかな。さすがに頭の中も白っぽくなってきやがった。かなり疲れが来てる。だがそれは奴も同じ。それにこの展開になってくると前を走るより後ろから追っかけてる時の方が精神的にきつい。ちょっとぐらいスピードに差ができてもこのコースなら追い抜きはありえない。負ける時は後ろを走っていてちぎられて負ける。つまり前を走っている時の負けはない。次は土砂崩れのあるコーナーだ。どんな頑張ったって横から入り込む隙間はねえ。これでしのげたぜ。見てろ、お前が切れてミスするまで何本でも持ちこたえてみせるぜ。土砂がさっきより削られてる。バカやってんじゃねえ。ここは追い抜きとかそういうのはなしなんだよ。土砂崩れが車1台分横並びで通れるだけ削られていたのに気づかなかった。それにしてもあのわずかな隙間に正確に突っ込んでこれるってか。こいつ決
桁が違いすぎる。スピードを落として決着がついたらしいな。どっちだ、トレノかレヴィンか。トレノだ。タクミが勝った。やりやがった、やがった。タクミのやつやってくれたぜ。やったぜ。